これを神回と言わずして一体何を神回と言えばいいんでしょうか。どうもリトです、今回ですね1話以来の感想動画になります。今期2022年夏アニメの中で最ももっと評価されるべき、もっともっと話題になってほしい、こちらの作品シャインポストですね、こちらの感想動画というので今回は、6話の感想ですね、いつもより最初に思いましてこの間はありで話していきたいと思います。ということで、まあ、前回ね5話を見させていただいた時点でもうこれ絶対6話神回だと確信を持ったぐらいの中で、見させていただきまして、ぶっちゃけどうだったか、まずネタバレなしの感想結論から入っていきたいと思います。今回シャインポスト6話ネタバレなしの感想としてはですね、正直超絶神回でしたね。もう開幕からずーっと泣いてたっす。もう最後の試合はそれ泣くわ。もうどうやっても泣くんですけども、最初からもうめちゃくちゃ良くて、いやーもうね、やっぱこの作品はどん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 評価を上げてきてるのかなっていうのは思いますし、もっと話題になってほしいってすごい声をいただいている、私の多分普段動画見てくださってる方の中でも非常に評価高いっていう作品でしたけども、更新してきますね、神回を。4話もめちゃくちゃ良かったんですけど、てか1話からすごくて、まあ、この作品ね、ある声優さんが棒読みだとか言って、まあ、不当とまだ言えませんけれども、まあ、正直、なんかすごい僕は不本意な感じで評価を落としている作品で、まあ、作画はほんと素晴らしいんですよ。スタジオ解散っていうね、まあ、馬娘2期ですとか、まあ、スーパーカボやった制作会社で、もう最初の1話のライブシーンとかなんじゃこりゃと、アイドルアニメこんなやべえ作初めて見たぞというのを最初から見せてくれるのがこの作品で、まあ、だからこそインパクトが強いんですけど、その、やっぱその声優さんの演技気になる方はすごい気になられるみたい。僕は正直全然気になってないんですよね。やっぱそれはまたいろんなアニメ見てれば、正直もっとひどいのもあれば、まあ、それはむしろなんか僕は初々しさ感じというか、なんて言うんだろうな、僕はすごいそこも味だなと思って見てるので、うん、っていうところで、まあ、これ気になる人でも、まあ、ぜひね今回もう本当言いたいのはもう6話まで見てほしい。もう、もうそれ泣かなかったらもう僕は謝りますよ。シンプルにそれだけね、まあ、すごかったし、やっぱ普段僕自身もアイドルアニメ僕すごい好きなんですけど、やっぱ進めづらいジャンルだと思います。1話の感想動画上げた時ももう飽きたとか、もうアイドルアニメいいよというコメントもね、まあ、正直来てしまいました。うん、中でもう本当1話を見た時に正直もう根治新作なのが一番いい1話だと思ったんですね。それだけすごい1話を持ってきたこの作品、まあ、4話でものすごい神回が来てね、私この単体の動画、単体の感想動画撮り損ねまして撮らないのかとね、ああいう話もあったんですが、もうこの6話もうどうやっても上げるしかなかったですね。もう、もともとね、前回の5話、まあ、あの3話4話、5話6話っていうのはね、まあ一つのセットみたいな感じで、まあ、3話4話が強化ちゃん回、5話6話がリオ様回という感じのね、回だったんですけれども、もうその5話、もう前回の時点からめちゃくちゃ良かったんですよ。めちゃくちゃ良くて、もう泣いたという声も結構あったので、まあそれは今回いいよねって思ったんですけど、想像を超えてきたんで、で結構その想像とまた違った形で良かった部分もあって、いやマジで良かったし、もうこう本当見てほしいです。本当にあの1話とか見てみてあれって思われた方はちょっとマジで見進めてほしい。本当に見れば見るほどキャラの魅力がどん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 増してって、もうね。泣くわ、本当に。で、やっぱこの作品の構図とか、やっぱアイドルアニメってどうしてもライブシーン、歌唱とかそういうのが強くて、今回で今その歌のパートがもうめちゃくちゃ良かったし、もちろん作家も素晴らしいね、毎回っていうところなんですけども、やっぱこの作品でストーリーがめちゃくちゃ良くて、それがね、より、もう何倍にも魅力を上げてくれてるのかなっていうのはすごい思いましたね。見てない方、マジで見てほしい。本当に、本当に、アイドルアニメとか興味ねえって人も本当に見てほしい。これを機にハマってしまうぐらいのパワーを秘めてると思うし、僕正直歴代見た中でも本当一番レベルかもしれない。でもそれぐらい今、いいです。はい。で、まあ非常にね、そのまあネタバレでね、今回どこが良かったか、どういう話だったか、まあ、詳しく話してたらと思うんですけれども、で、まあ、非常に悲しいね、ニュースが昨日来てしまいまして、それが第7話以降の放送スケジュール変更のお知らせというところで、まあね、某ウイルスですよ。まあ、もう振るってます。某ウイルスの影響で、まあ、異世界おじさんとかもね、8話以降のスケジュールは決まってませんよね。っていうところなんですけど、シャインポストも来週お休みと、で、7、8、9話経って、20日と20、9月20日、27日はまたお休み。で、予定ですと10月4、11、10、18で、10、11話、12話と放送がされるみたいです。
もう致し方ないね。こんな素晴らしいアニメーション見せていただいたら、もう休んでいただいて、もう本当素晴らしいものを見れれば満足となります。まあやっぱそのこの放送延期っていうのは確実にその作品の熱量を落とすことにもつながってしまうので、まあ基本的にやっぱプラスの一面なかなかないのかなと思うんですけど、この作品に限って本当どんどん多分プラスの話題が広がってってると思いますので、今ね、ぜひね、これを機に見ていただけたらと、追いついていただけたらと、一緒にこの作品を追っていこうと、この伝説を見ようと。いうところでございます。はい。なんか円盤のね、情報が今んとこ出てなくて、僕出たら絶対買いますんで、ちょっとマジで、今のこの6話まで見たらもうね、っていうか、やっぱ1話がめちゃくちゃいいと思ったんですけど、もうなんかこう見進めていくと、あれ ?1 話いいけどみたいな。っていうぐらいに、ほんとどんどん良くなってて、それがね、最高ですね。いや、めちゃくちゃ良かった、ほんと今回。いやね、もう、僕いつも朝にね、アニメ見てた話よくしてると思うんですけど、朝見て、もう会社行くときも目腫れてんじゃないくらい泣いちゃったんで、ずっと泣いてたんで、もう心配しながら行った後に、また帰ってきてね、もう一回見返そうと思ってね、もう見たらもうまた泣いてね、もう、やばい、すごい、何回見ても泣くわ。いや、ほんと素晴らしい回だったし、キャラクターの魅力もフルに出してたし、アイドルアニメとしての良さもフルに出してた、もう文句なしでしたね、構成もめちゃくちゃ良かったし、文字通り神回だったなと思いますし、また次ね、放送の感じ見ると7から9話がセットになるのかな、春ちゃん回になるのかな、まあそういうの雪文字会も来るっぽい感じ、まあちょっとね、これネタバレになっちゃうからあんま言えないんですけれども、まあね、雪文字会も来るのかな、課題はっていう話もあったんでね、まああの、ちょっと7話以降マジ楽しみに、まあちょっと放送延期がひとまずね、来週は挟まってしまいまして、9話までは放送予定決まってるというところなんで、まあそれ以降もね、じっくりと、いや、秋アニメ差し掛かってしまうと思いますけれども、待ってね、ほんと心から応援していきたいし、全力で布教をしていきたいなと、本当にもっと多くの人に見てほしい、もう6話まで見て、もう合わなかったらもういいよっていうくらい、本当に僕は素晴らしいと思ってますし、もっと評価されてほしい、もっと話題になってほしい、ほんとそんな作品だと確信させていただきました。はい、というところで、ネタバレなしの、ね、感想を以上としまして、これネタバレありの感想って、今回どこが良かったんじゃいということで、もう詳しく話していきたいと思います。はい、というところで、今回ネタバレありの感想としましては、ディオ様回と。いやー、彼女のことちょっと見くびってたかもしんないね。ちょっと誤解してた面もあったかもしんない。やっぱ自分をよく見せたいとかね。頼るのは恥ずかしいみたいな、まあ、もちろん迷惑をかけたくないって気持ちは前提にあってね、まあ、京香とか春ちゃん本当すごいとね、彼女たちに迷惑をかけたくないと少しでも役に立ちたいっていうキャラっていうのは分かってた上で、でもやっぱ自分をよく見てもらいたいとか、その恥ずかしいとこ見てほしくないとか、そういうのをあるんじゃないかなって僕は正直思ってたけど、誤解しました、リオさん、本当に申し訳なかったんだけど、もうひたすらに魅力爆上げですよね。もうリオちゃんがね、本当誰かに迷惑をかけたくない。もう今は散々迷惑かけてるから、絶対もう迷惑をかけたくないんだと。みんなの力になりたい。たくさんの人に元気を届けたい。その一心という中で、まあめちゃくちゃね、陰で努力もしてるし、人一倍やっぱりね、彼女の傲慢さ、優しさの証っていうね、マネージャーのセリフもありましたけれども、本当に強気の自分を演じてるんですよね、彼女は。で、まあすごい弱い心でも迷惑をかけたくない、心配をかけたくないっていう一心でやってる、そのリオ様の内面ががっつりと今回掘り下げられる回で、まあ泣くの分かってたんですけども、これどうせもう絶対泣くよねって、もう展開的にね、思ったんですけども、前回から泣いたらそれもビラ配りなんだ、もう一人で頑張ってて、もうあんなもうね、もう泣くよねって思ってた中で、まあ今回、まあお経の時とね、まあパターン、構成がね、ほぼ一緒だった、ほぼというか一緒でしたよね。っていう中でこんだけ魅力的に映るのが、やっぱこの先の強さというか、最初ね、センターで、今回オキオンがすごいなんか自信満々で、ね、またそれは面白いんだけれども、で、まあ、そっからの、まあ、過去回想に入って、マネージャーの言葉があって、で、もみじちゃんね、話があって、で、ライブシーンに向かうっていうところの流れで、まあ正直まさかバラードかっていう感じが僕はすごいしてたし、そのリオ様のまあその普段の声とまあ歌唱のギャップとか、まあ歌のうまさで、やっぱそのハルちゃんの調整力とかおきょんのね安定感っていうのはやっぱ周りに気づかれにくい、でもその歌唱力もうほんと誰の目にでも止まるよねっていうのが、まあ、見えてきた回で、まあ、正直前回ね
あの僕は、まあ、もしこのあなんか踊りとか上手くなってね、時がバーって流れてダンスできるなんじゃないかと、やっぱりリオさんはダンスに課題としてあるのでっていう話をしてた中で、ダンスの前にその彼女の歌唱力が武器なんだというところでマネージャーが押し出していく、そしてもう彼女がもうソロ曲レベルで歌を歌っていくわけなんですけど、最後もうめちゃくちゃ上手かったね。もうボロ泣きよ。もうそしてなんかさ、みんながこう最初すごい不安で、ハリちゃんかな、おきょんかな、センターはとか言ってるんだけど、リオ様心配だっていうところからのもう手のひら返すまでの展開見えてたんですけれども、まあそこのなんかすごいってなんかそのいろんな人が立ち止まって見てくれて、でリオ様がね、そうもううまくいったって泣いちゃいながらね喜ぶんですけども、あよかったと、よかったですよ本当に、もう一連のね流れがまあ全部良かったね。でやっぱその絶対アイドルホタルさんっていうのを、まあ、みんなきっかけね、まあ、ティングスもそうだし、ウキモジもそうだし、あれをきっかけにアイドルを目指すっていうのがこの作品の展開なんですけど、やっぱその作り方もやっぱ上手くて、それはみんながやっぱきっかけが同じとしてあるっていうところもあるし、そのね見せ方というか、その絶対アイドルっていうやっぱこれを一つの軸として描いてるのがこの作品だと思うんですけど、やっぱそこもすごい上手いなって感じたし、やっぱその彼女が壁にぶつかりながらもう懸命に、どん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 ね努力してうまくいっていく、ここも王道ストーリーではあるんですけども、もう泣くよねっていうのがすごい思いましたね。そのまあ彼女のね、まあ、そのアイドルがこうやって目指すことになったんだっていうの見えてからの、今日お興味でねいろいろオーディションやってもなかなかやらなくて、ついにね合格してアイドルでも実際やってみたら迷惑かけてばっかりでっていうところもね、ほんとうまくね、ほんと一番の中で描いてたし、まあマネージャーの後押しも刺さりましたよね。お給の時よりもやっぱ説得力があったというか、まあやっぱリオ様って一番声をかけてあげるべきで、一番やっぱ本心を出してもらうべき存在だと思うんですよね。でマネージャーってやっぱ嘘が見える能力があるから、そうもうリオ様は嘘を言いまくってるわけですよね。でもそれって誰かを不安にさせないために、心配にさせないために、不幸にさせないための嘘なんですね、彼女のっていうのは。でね、自分に言い聞かせたっていう言葉もありましたけど、そのリオ様のその内面が見えてくるのがものすごくやっぱ辛さもあったし、彼女の魅力にもつながってたし、でマネージャーがね、もっと周りに頼っていいんだと、何もないやつがアイドルになれるわけないよねと、自分だけのね、みんなを助ける力はねリオさん持ってるんだよっていうこの言葉の力強さですよね。マネージャー君のね、そのマネージャー力みたいなのもすごい今回出てたのかなっていうのはなんか思ったし、でまあ夏代さんはやっぱめちゃくちゃ良かった声優さんがね、夏代さんに関してもね、前期とくのいちつばきの胸の内の進行のつばき役とか、やってたりとかね、もしてましたし、あとはアサルトレディのゆう様とかが、とか魔王学院の不適合サーシさんとか、まあ実力も非常にある声優さん、実績もね、どんどん積まれていると、これからどん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 多分有名人気声優さんになってくるんじゃないかなと思うんですけど、ここもう完璧でしたね、本当に。あ、リオ様の声優は彼女にしか務まらんぞみたいなのが本当にもう全てがマッチした回だったかなっていうのはね、思いましたし、もみじのもみじちゃんもまた良くて、リオ様がね、今度ライブ絶対成功して、成功したらね、ライブ教えて、ライブじゃない、ダンス教えてくれって教え起こってくるんですよ。もうあそこのまずリオ様のなんかすごい勇気を出した一言、やっぱ迷惑をかけたくないから、そう、ダンスで足を引っ張るよりも、ダンスを教えてもらう迷惑なんですね、彼女の勝ってるのは。そこで寒天どうですかのプリンをさ、渡してね、よろしくって言ったら、いいよって、もみじのまたいいよがいいんですよね、もういいよと思って、もう、いやー、まあでもここでね、歌で見せてくると僕は正直思ってなかったので、めちゃくちゃ良かったっすね。まあ相変わらずね、トッカーさんとかなんかいいやつ出しつつね、で雪音もさ、なんかこう見てなんかすごい、なんて言うんだろうな、いい表情してましたよね、もみじのところもね。でまあ多分次は雪文字加入会みたいなの来るんじゃないかなと思うんですけど、まあまた泣くっすよね、もうなんかこの絶大的な信頼というか、もう崩れないよねっていうか、見えてるのが、そう、この先の強さだし、最終的には多分やっぱ長野サンプラザ前になるんじゃないかなと。で最終的にもっともっと上手くいくとか、まあそのマネージャーがもっと教えたらね、そのめちゃくちゃその今すごいアイドルが出てくると、多分そういう展開になってくるんだと思うんですけど、もう絶対おもろいよね
っていうなんかすごい僕は安心感があって、でも毎回毎回この先ってもう想像を超えてくるんですよね、そのすごさを、うん、っていう面でもっと期待しかないなっていうね思いましたね。いやリオ様ほんとね、まあ、彼女はもともとねやっぱすごい辛い役回りというかね、あのチケットとかの販売でもね自分のレベルで列並ばなかったけど、前回もねあの週刊ミランジェとか話してましたけれども、うん、あそこでちょっとなんでやったって喜んでるだけでまずそのめちゃくちゃ可愛い良かったって思ったキャラで、そうあのリオ様の態度がね気に食わんっていう人もなんかコメントとかツイッターを見たらそういう感想もありましたけど、今回の見たらもう見え方がもう180度変わりますよね絶対ね、うんっていう、まあ、見事でした本当に、うん、完璧だったね、もう完璧でした、もうこれ以上ないっていう回だった、もう僕は本当にずっと泣いてました、本当にずっと泣いてたマジで、うん、マジで最高でした本当に、ただただありがとうと、もうみんなありがとうと、うん、いうふうに、お伝えしたいなというところでございました。今後ともねいや大いに楽しみだなってもうすげー思った回でした。円盤ちょっと出してください。お願いします。はい。ということで、今回の社員ポスト6話の感想動画以上としたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ぜひですね、もしここまで見てない方いたら今すぐもう見ていただけたら大変嬉しいですし、まあ、本当悲しいことに、ね、放送延期っていうところなんですけど、やっぱ普段普通はマイナスに働いてしまうところをこの先にプラスに働いてくれたら、まあ、やっぱね、どんどんやっぱ評価してる方がやっぱすごい増えてる印象僕はすごいあって、そう、バスロス4話の神回、で5話の方が良かったっていう人もね、意見も見ましたけれども、で6話、まあこれ以上ないっていう回が来たと思いますんで、いや、今季1だったんじゃない？今季1だったんじゃないかな。これはもう正直、ひいき目抜きにしてね。私もアイドルアニメ好きですし、ラブコメとかも好きだし、可愛いこういう作品好きですよ、もともとね。うん、でも、それを超えた良さが、この作品にあった、それを超えたリオ様の、西武リオさんね、もう、魅力があったと思います。はい。ぜひね、見られた方は感想お待ちしてますし、コメントの方でね、お待ちしてますし、見てない方いったらマジで見てほしい。見てる方はもうどん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 布教していきましょう。これは自信を持っておすすめできるでしょ、これはもうね、本当にすごいです。うん。本当に素晴らしい作品、まあ、こういう作品に出会えて本当に良かったと思いますし、今後とも楽しみに見ていきたいなと思います。はい、ということで、今回の動画は締めております。本当ですね、ここまで見て皆さんご視聴いただきありがとうございました。